さっていうわけでやってまいりましたプリコネガチャのお時間でございますけれども、今回引くガチャはこちら、クリスマス都。はい、ついに星さん限定ピックアップに行きました都。いや初めてよね都。まあこの前ハロウィン都はイベントの配布キャラで星1としてもらえたけれども、この星さんで出るのはこれ都初めてですよね。うん、初めてここに都が誕生するという、はい、素晴らしいガチャでございます。てなわけで今回ね、ちょっと間が空いたんで、まあ、28,352 個のジュエルがあるので、まあ、200連まではいかんけれども、180、190連あたりまでいけるんでしょうか。まあ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 、そこまでには抑えたいと思いますね。100連までにはもう都を当てときたい。そういう私でございます。さあ、てなわけで、早速、ガチャの方参りたいと思います。さ、やってまいりました。ピックアップガチャ。ってなわけで今回ガチャチケットが4枚あるので、こちら先引いてからジュエルを使った10連の方を引いていきましょうか。はい、ってなわけでまずはキャラ詳細から見ていきましょう。都でこれは、この都も可愛い。あ、そしてこの都、さすが天宮空、天宮空ボイス聞かして。はい、この天宮空、このスバの悪は。いやー、もう、性別が真反対。さあ、ってなわけで、ユニオンバースト見ていきましょうか。目の前の敵キャラに物理特大ダメージを与え、物理防御力をショーダウンさせる、フィールド展開中ダメージがアップするっていう、まあ私、リリース開始からずっとやってますけれども、ユニオンバーストのこのスキルの効果とか僕わかんないんで、まあ見てください。わからないんで。まあ15万ダメージって書いてたから多分強いと思うけれども、雪玉にしてやるの。うん。雪玉にされんのか。もう、都何にでもさせるやん。プリンにもさせられるし、雪玉にもさせられるんか。はい。目の前の敵キャラに物理中ダメージを与え、自分の物理攻撃力を大アップさせる。フィールド展開中。フィールド展開中って何なんやろうな。ダメージがアップし、自分の周囲の味方すべての物理攻撃力を大アップさせる。あー、結構強そうやな、これ。で、これは、一口だけなんの？はい。っていう、まあ、結構似てるであろう都のモノマネをしました。自分の周囲に物理攻撃力と物理クリティカルを大アップさせるフィールドを展開、あ、これがか、はい、展開させる。さらに自分の周囲の味方すべての物理攻撃クリティカル時のダメージをショーアップさせる。自分の TP 上昇を中アップさせる。なるほど。はい。で、これはプレゼントにしてやるな。今のは汚かったな。バトル開始時に自分の物理攻撃力を中アップさせる。開始時に、あ、絶対強いやん。絶対強いなの。さあ、まずはチケット4枚引いていきましょうか。お願いいたします。早速いきます。うん。かりんな、結構使ってんだけど、あ、銀か。まあ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 、一連はこんなもん。一連はヒオリンティーか。はい、ありがたい。で、二枚目。あ、まあ、これはナッシングか。単発で、このモーションなしで星3で当たることあるんかな？絶対単発って確定演出ないと当たらん気がすんねやけど、私だけかな、これ。で、これはナイト。はい、ないということで。さ、4枚目、ラストの一連、引いていきましょうか。で、ナッシングと。まあ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 、ここまでは大丈夫。全部銀やけど大丈夫。全部星1やけど大丈夫。何が大丈夫かって、ジュエルがあるから。さあ、引いていきましょうか。お願いいたします。まずは、1連目、10連目ですね。うん、ちょっと確定演出はないということで。ああ、まずはね、初めの10枚目は確定演出はいらん。逆にあったら当たらんから。それは星さんやけれども、都じゃないから。その次、20連目に来たら、もうこれは確定演出。これは確定演出よ。20連目で星さん来たら、これは都。やっていきましょうか。お願いいたします。まあ、ナッシングとね。うん。ちょっと1ヶ月ガチャやってないんで、まあ、カーリンさんも星さんがどれかちょっと迷ってるところもあると思うけど、ちょっと金やな。ダメやな。
はい、じゃあ次30連目引いていきましょうか。お願いいたします。いや30連目で当たる確率は 90% プラス、チケット4枚引いてるから、これで、ほぼ 100% 当たることになってるのよ。まあ、ヒントね。うん。まあ、ここまでで 90%。うん。提供割合は 3% やから、まあ、この分で、34連引いてるから、まあ、だいたい 94% ぐらいかな。さあ、次引いていきましょうか。お願いいたします。まあこれは大丈夫、確定演出はないけど、これは星さんが当たるということ。だって40連目やから 100% 当たるから。うん、ちょっとまあ大丈夫。こっから50連目で当たる確率はほぼ 100%。 だって50連目やで。5の倍数は絶対当たる、そう言われてる。あ、そうか、だって44やもん。だから54連になっちゃうから、これ5の倍数じゃないわ。これ1回1連引いとこうか。45に1回しとこう。そう45にしちゃなかんのよ。はい、忘れてた。4やってんや。はいはい、まあ、銀で大丈夫。次55連。そういうこと。5の倍数やっていきましょうか。お願いいたします。これ使ったらもう2222になりそうやったけれどもね。うん、ちょっとゼロがあったな。演出はないけど、これは星さん当たるよ。はい、1枚確定。さあ、これが都なんかどうかや。まずは1枚目、あゆみ。さあ、こっから。私、持ってない、星さんキャラが、6体おって、で、限定キャラの都合わせたら7人おんのよね。持ってない星さんキャラが。7人おるから、この7人のうちの1人がここで当たると。多分、これダウンロード入るよ。ダウンロードっていうか、もう演出入るよ。ってなわけで、この7人のうち1人、多分当たる。いや、絶対当たる。それが都やったらもう大勝利。さあ、やっていきましょうか。お願いいたします。うん、まあ、ジータということでね、久しぶりに出会いました、ジータ。あら、かわいい。はい。やっていきましょうか、次。まあ、5の倍数で来てるからな。5の倍数で絶対当たる。さあ、次65連やもんな。5の倍数。これは当たる。来い。うん。まあ、金4枚っていうことは、星さん1枚と同じやからな。さあ、やっていきましょうか。75連、お願いいたします。ちょっとジュエルが変の早いな。まだ演出入ってないよね。一回も確定演出入ってないけど、これは大丈夫かな。あー、まあ、金が2枚。金が2枚っていうことは、ま、都やもんな。あ、これは仕方ない。星の都は仕方がない。うん。やっていきましょう。85連。お願いいたします。ジュエルが1万7000。いや、みるみる減っていってる。やばい。もう、これはやってる。前回確かプリフェスやったから、めちゃくちゃ星さん当たってたんよ。だから今回やばいわ。全く当たってない。さあ、次やっていきましょうか。お願いいたします。95連目。うーわーい。マジで？これは当たるのかどうか。95連。いや、マジで？お、当たらんとかあんのかこれ。当たらんか。当たらんのかこれ。まあ。次100連、105連。言ったよね。100連以内に当てるって。で、100も入ってると。100連も入ってると。だから次、当てるよ。100連で当たる確率はほぼ 100%。だいたい私100連目で星さんは必ず当たってんのよ。だから今回も当たる。これが都なんかどうかはわからんけれども、星さんは絶対当たる。ってなわけでやっていきましょうか。105連目、お願いいたします。確定入る。あー！まだいい。こっから。ちょっとゆっくりやったよね。うわ、マジで？マジか、ちょっと。おー、ちょっと待ってね。12,302個。あ、で、あと何連引ける？80連か。80連やんな。うん。80連。じゃあ引いていきましょうか。お願いいたします。115連目。いや、マジで、2は、ありがたい。
いや、こっから、ニューイヤーもあるからな。ニューイヤーもあるから、これで終わらす。ニューイヤー。クリスマスもあるんかな。今、クリスマス都出るやろ？で、その次多分クリスマス地下、多分出ると思うよ。で、その次ニューイヤーで限定キャラ、新しい限定キャラ、多分ネネカぐらい来るんちゃうんかなと思ってるんですけれども。いや、来るかもしれへんから。そのためにも置いときたい。さ、くるみ、で、日和、この次ね。はい。これで都当てる。私、想像できてる。都が当たる私を想像できてる。さ、演出が入る。次の、星さん。はい。当てていきます。日和、遠山奈央さん。ありがとう。遠山奈央さん。もう、かわいい。あ。さあ、ガーハマから繰り広げられる。次の、星さん、雨宮空。雨宮空イコール、このスバの悪は、やっていきましょうか。お願いいたします。クロエはかわいい。クロエは可愛い。はい。やっていきましょう。もう行くところまで行っちゃおうか。うん。いやー、マジか。ニューイヤーもあんのに。クリスマスももしかしたらあんのにな。これで全部。いや、けど、今12月の1日なんよね。今弾いてるのが。いや、から、まだ1ヶ月あるとして、で、クリスマスに、なんかプレゼントされると思うよ。3000ジュエルぐらい。20連分。で、そっからニューイヤーに来て、まあ、ランドソルハイか。で、全部1位取っていって、まあ、1位は500やから、そっから、1週間ぐらいずっと1位取り続けて、3500ジュエル。で、そっからなんかログインボーナスとか多分あると思うから、合計で、まあ、1万ジュエルは確実にもらえる。うん。ニューイヤーまでには。さあ、やっていきましょうか。お願いいたします。残しときたい。残しときたいところもある。絶対強いの来るから、ニューイヤーに。ニューイヤーかクリスマスに。絶対強いの来るから。まあ、都も多分強いと思うけれども、私知らんのよね、効果とか。見ても。あんまりわからんけれども、都は多分強いと思う。けど、もっと強いのが限定キャラ。限定キャラの、クリスマスと、ニューイヤーに来ると思うよ。お願いいたします。だって、派遣のキャラが多いもんよ。ニューイヤーのキャラがめちゃくちゃ強かってんもん。一番強いって言っても過言ではないもん。ああ、はい、ありがたい。ありがたい。5枚目ね。はい、ありがとうございます。七日様、1枚目七日、2枚目スズメ、3枚目青い、4枚目ゆかりと。さあ、次、やっていきたいと思います。はい。今井まみさんって、ロゼリアのリサの声の人やったっけ？違うかな？いや、違うかな？ごめん、間違ってたらごめんな、ゆかり。いや、ゆかりの限定も確か、あ、オール、クリスマスゆかりっておったな。けど、星さんのゆかりっておらんかったはずやんな。まあ、ええか。やっていきましょうか。ってなわけで次、確定演出入る、モーションに入ります。みやこに夢中になっちゃった。あ、マヤのトップガンか、ミヤコって。多分ちゃうと思うけど。全くちゃうけどな。うん。マヤのか、なんかマヤのとミヤコって似てんな。マヤのトップガン、ミヤコトップガン。ほら、似てるやん。だからこれミヤコなんじゃないかな。ミヤコかマヤの？あ、なるほど、ミヤコかマヤのや。ミミまさかのミミ。わお。145連。マジか。はい。7202しかないけど、やっていきましょうか。お願いいたします。155連目。これ当たらんっていう可能性もあんで。だって、この前、200何連かで、水着のぞみんっていう当てようとして、爆死したからね。ほぼ星さん当たらんかってんよ。その時。マジで、プリコネの中で一番好きなキャラ、のぞみなんよ。で、そこからの水着っていう、もう、素晴らしいコスチューム。のぞみで、これ当てたかってんやけどな。しかもめっちゃ強いやん。
のぞみ、そして今回みやこ、みやこも当たらんくなる限定キャラやし、もう来年まで待たなあかんのよ、クリスマスやから。夏にクリスマスなんか来おへん。はぁ、あ、マジで。次175連やっていきましょう。やばい、マジか。こっからよ、こっから来るよ俺の。うーわー、ここに来てそれ、ここに来てそれはちょっとナッシングよ。ちょっと待って、戻らして。2007、うわー、あと10連、あと10連。みやこ、みやこエンターテイナーやな。ラスト10連で当てようと思ってんのか。あー、じゃあ引きましょうか。え、確か交換ラインナップって何本やのやろ。200なんかな、コインが薄…あ、200なんか。え、これ前回まで多分300やったはずなんよ。それが今回200になってんのか。じゃあ、あとこれ引いてあと20、15連か。いや、まあそこまでジュエルたまれへんけどな。やっていきましょうか。もうこれ当たっても当たらなくてもほぼ天井なんよ。あ、うん、やっていきましょう。もう当たってもどうでもええわ、もうこれ。あと15連分ぐらい。あ、うん、もういい、もういい。もういいけどそれはいや、あかんやろ。もういいけどそれはあかんやろ。やりよったな、こいつ。はい。マジか。